はやめろ。安倍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 晋三はさっさとやめろ。安倍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 はやめろ。安倍はやめろ。今すぐやめろ。安倍はやめろ。安倍はやめろ。今すぐやめろ。今すぐやめろ。原発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 やめろ。仙台一号このまま入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 ろ。仙台二号機直ちに止め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 ろ。高浜原発直ちに止め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 ろ。高浜止めろ。高浜止めろ。直ちに止めろ。直ちに止めろ。高浜止めろ。高浜止めろ。直ちに止めろ。直ちに止めろ。原発や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 めろ。やめろ。イギリスに原発売るな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 。原発売るな。原発売るな。どこにも売るな。どこにも売るな。原発売るな。原発売るな。どこにも売るな。どこにも売るな。
安倍首相の施政方針演説には東日本大震災からの復興という項目はありましたが、福島事故の収束はおろか原発問題への言及も一言もありませんでした。ただ福島イノベーションコースト構想なるものは示されていて、浪江町に世界最大級の水素製造工場が建設され、未来のエネルギー会社の社会の姿をいち早く示すと述べられています。福島原発事故を隠すための大嘘だと考えられます。昨日東電に11億円の賠償を命じる判決が出されましたが、一人当たりわずか330万円です。原告が最も望んだ故郷損失分については認められませんでした。たとえ賠償額が支払われても、故郷はふるさとは戻りません。共同体は破壊され尽くしてしまいました。東電の責任は金で贖えるものではありません。国の責任はさらに重大であります。未来をも崩壊させ、このような原発からは一刻も早く手を引く決断すべきは国の政策であります。国民の生命と財産を守る云々とお題目を唱えるのであれば、原発から離脱してください。日米原子力協定反対、アメリカの核政策を後押しする河野外相は即刻辞任しろ。皆さんこんばんは、よく集まってくださいました。今日は大間原発の差し止め裁判がありました。でその中で一番の話題となったのは、この間出ました広島高裁で行われた伊方原発ですね。あれについての本当画期的な判決が出ました。これは本当に私たちにとって喜ばしいことですが、これを原因というのは火山学者、私たちとあまりちょっとね馴染みがないかもしれませんが、火山学者が束になって私たちの後押しをしてくれたんです。この専門家の意見というのは非常に大きいんですね。で考えてみましたら、日本って火山大国でどこの原発も活断層があったり、ね、火山が近くにあったりとそういうことがありますので、ここのところをこれからは焦点を当てて運動していこうということが提案されました。私も本当にその通りだと思います。大間原発は本当にね、マグロで有名なところですけど、まだ出来上がっていませんので、止められるそういう可能性は十分にあると思います。それともう一つ、この間も話させていただいた埼玉県議会の意見書の件です。であれがですね、本当は意見書というのは全党一致でなければ出せないのが本当なんですが、自民党とあと一人会派のなんとかというのと一緒になって、数に物を言わせて無理やり通してしまったんですね。でこんな理不尽なことは許せない。そしてここ埼玉を皮切りにして他の県広げていこうと言ってるんですね。とんでもないんです。後ろはなんだ、もちろん安倍政権もあると思いますが、東電とかいろんなところがバックにあるんでしょう。でも絶対にここで私たちは阻止するつもりで戦っています。できることは何でもやります。で今もネット署名とかで3000何十人の署名を集めて、この間10日の日に提出いたしました。第2弾として2月の20日にもう1回提出いたします。そして向こうとね、こっちの話し合いとかそういうこと、いろんなことを考えつくこと何でもやって、なんとか阻止したい、他のところに飛び火させない、その覚悟で戦っています。ぜひ皆さんも署名にご協力ください。そしてこれはですね、柏崎刈羽原発、そして東海第二原発、これは本当首都圏の原発ですよ。でここがもう再稼働を狙っています。で虎視眈々と狙っています。ここを阻止する一番大きな運動にさせていきたい、そのように考えています。首都圏の
原発、これをみんなの力で止めていきましょう。ありがとうございました。他にスピーチ希望の方いらっしゃいませんか。いらっしゃらないようですので終了までコールさせていただきます。再稼働反対、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 安倍晋三は原発止めろ、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 止められないなら首相やめろ、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 仙台一号このまま入ろ、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 仙台二号も今すぐ止めろ、仙台二号もうすぐ止めろ、仙台2号も今すぐ止めろ、仙台2号今すぐ止めろ、仙台2号も今すぐ止めろ、仙台2号今すぐ止めろ、仙台2号も今すぐ止めろ、仙台2号今すぐ止めろ、首相変えて原発ゼロに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 、原発動かす首相、原発動かす首相やめろ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 、限界原発再稼働反対、再稼働反対。